青ヶ島。青ヶ島は、伊豆諸島に属する火山島で、本諸島の友人島としては最も南に位置する。日本の気象庁によって、火山活動ドランクシーの活火山に指定されており、また、常時観測火山にも選定されている。二重カルデラの友人島は、世界的に珍しく、アメリカの著名な組織が記事で取り上げたことで、世界中から注目を集めている。 青ヶ島は本州から遥か南方の太平洋上に位置し、行政区分は東京都青ヶ島村。最も近い八丈島からは南へ約60キロメートル程度離れている。飛行は温暖湿潤気候。2016年現在の人口は168人である。いつ頃から人が本当に定住するようになったかについては不明であるが、除服伝説によれば、 男女が同じ島に住むと神のたたりがあると信じられた時代があり、女人近世の島だったとされる。本島が歴史上に現れるのは15世紀頃からであるが、海難事故を記録したものがほとんどである。方言物語に登場する、源のためともが訪れた鬼島を青ヶ島とする説がある。連絡船の青ヶ島丸やユリ丸の悪天候による欠航が多く、ヘリコプターの 東京アイランドシャトルは定員が少ないという往来の混乱さゆえに観光目的で島を訪れる人は年間900人から多くても800人程度である。特に2014年から2016年にかけてアメリカの著名な組織のウェブサイトで記事が相次いで掲載されたことで世界中から訪問客が集まるようになり交通機関の予約はさらに困難になっている。 知る人ぞ知る秘境から一躍世界的な名所となったことで、青ヶ島村において、外国人訪問客の対応で問題が発生している。海面上の本島は、北北西南南東 3.5km、西南西東北東 2.5km であるが、これは海面下の規定 15km、8km、海底からの飛行は 1100m の火山の頂上部で、 海面上の青ヶ島火山は北部の黒崎火山とそれを覆う南部の主清掃火山の2つの火山体で構成されている。主清掃火山の頂部には直径約 1.71.5km の小カルデラ池の沢河口があり、その中に中央河口級の丸山火災級がある。この島における最高地点は丸山を取り囲んでいる外林山の北西部分にあたるで、 標高423メートルである。島の外周部は高さが50メートルから200メートル程度の切り立った海色崖けで取り囲まれている。砂浜はない。青ヶ島は第4期火山である。最近1万年間の活動は主清層火山で発生している。約3600年前に北西山腹で割れ目噴火があった。世紀の活動以降は 顕著な火山活動はない。噴気活動も少なく、池の沢河口内壁と丸山周辺に水蒸気を主成分とする噴気が見られるだけである。本島の北部でカルデラの外側のお壁に都の二つの集落が存在する。また、本島の北端部やカルデラ内の数カ所には多数の地熱蒸気噴気孔、ヒンギャがあり、黒崎海岸には海中温泉もある。 青ヶ島内における公共交通機関は皆無である。また、日本港から集落までは遠く離れており、その道中の勾配も急峻であり、徒歩や自転車での移動は困難である。観光客に関しては、レンタカーを利用するか、宿泊先の民宿に来るまでの送迎を頼む場合が多い。本島に存在する港は2カ所あり、 それらのいずれも、集落から遠く離れたカルデラの断崖絶壁のもとに建設されている。一つは、南西部に存在するミホ港で、他方は、南東部に存在するオーチエ港である。かつてのミホ港は、漁船や、橋家程度の船舶しか付けられないような、ささやかな船着き場であり、沖合に停泊した船から、橋家による、ピストン輸送で人の乗降や、物資の搬入出をするほかはなく、 荷上げに時間を要した。また、少しの高波でも作業ができなくなるために就航率が極端に低く、天候急変による作業中の船舶の離脱もあって、積み残しが多かった。しかし、その後151億円を投じて整備された道港には、防波堤を兼ねた貨物船用の鳩場も建設され、500トン級の船舶が着岸できるようになった。 付近の黒潮の激しさと天候に左右されやすいため、就航率は6割弱で、特に海が荒れやすい冬場は、週に1度から10日に1度程度という低い状態が続いていた。このため、それを補うべく、本島の南東部に、大千代港が建設されたが、港へ至る道路が大きく崩壊して利用できなくなっている。空路の東京アイランドシャトルは、 航路の青がしま丸よりも運賃は高いが、気象条件に左右されて結航しがちな航路に比較して、就航率が約9割とはるかに高いために、本当民の主たる足となっている。八丈島に向けてヘリコプターが離陸する際には、送迎車が手を振り青ヶ島駐在所の警察官が敬礼する風景が見られる。このヘリコミューターが開設される前は、一旦海峡が悪化すると、 一切の物資が届かず来島者も帰れないという状態が半月以上続くことが珍しくなかった。ADSL 回線のみである NTT ドコモはほぼ全域で使用可能。AU4GLTE ソフトバンク 4GLTE は岡部付近でのみ使用可能である。大量の水を必要とする水筒栽培は行えないのでサツマイモ栽培が行われている。昔は これが主食であり、乾燥芋にして保存食料とした。貧乳の蒸気、無臭、無毒を利用した蒸し釜が調理に使用されている。さつまいもを原料とした芋蒸虫が名産品である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。